おはようございます。おはようございます。今日はですね、 TGC 静岡ということで、これから静岡に向かいます。行きます。なんで、まあ、お仕事密着ですね、はい、TGC は2回目2回目そう、この間は東京でやって、今回静岡で。どうします、朝ご飯買います？買いますか。買いますか。これかなって、ローストビーフ寿司1400円。マジか。マジか。ちょっと選びますか。はい、ということで朝ごはん、はい、買いました。いくらおにぎりと梅おにぎり。ローストビーフ寿司やめたん？やめた。食べれなさ、あんないっぱい。確かに、ちょっと朝に食うもんじゃない。まあ、1400円するから。だっていくらおにぎり10個ぐらい買えるの。今日向こう行ったらツナとコウキ君いるじゃん。そうね、ちょっと会いたいよね。じゃあ新幹線乗ります。これじゃないです。え、これじゃないです。あ、これじゃないの。俺これかと思って撮ってたわ。これ大阪か。なんだ、次の電車ですね。私から説明します。皆さんよろしくお願いします。お願いします。通勤の運転手さんも今回いらっしゃるので、運転手さんの方が、ここ車をこちらのステージ上、そちらから、バックで移動するんですけども、はい、ということで会場入りしたんですけど、はい、もうすぐ着いて10秒くらいでリハーサルところで、リハーサルして、まだ楽屋も行ってないんですけど、ちょっとあの最初車のラファー続きの車の人、あれがステージがあるんで、はい、それ終わってから、まあ、次ランウェイもあるんで、ちょっとリハーサルしていきます。おいおい。はい、ということでですね、鈴木ラパンっていうね、車の、まあ、ステージがちょっと終わりまして、はい、過去のランウェイ、こういう TGC とかいろいろ出させてもらってるんですけど、あの服のランウェイ以外結構初めてじゃない。確かにそうだ。鈴木の車、しかも俺、ね、運転できない運転席乗ってるから。俺もだって車から登場するから、かっこいいよねそれ。俺は後から車乗り込んで、ちょっとこう車のカットやったらこうランウェイ歩くんだけど、カッコつけて車乗るけど俺マジ乗れないから。ファンはほら見たことないじゃん、俺が車乗ってんの。そんな、結構レアっていうか。確かに。ただ乗れないよっていう、ちょっとダサいよっていう。めちゃめちゃおもろい。次はもうあのランウェイフィッティングなんで、はい、着替えていきます。着替えますか。はい。なんかすげえ迷路みたいになってる、楽屋が。すごくね、めちゃめちゃスタッフをおるやん。もう危ね、あぶね。楽屋がむずいな、やっぱ静岡俺初めて来たから。はい、ということでこちら森秀太の楽屋。ありがとうございます。結構あれ、妻と大木くんめっちゃ近い。そうそう、平成フラミンゴも。あ、マジいる。そうとか嬉しい。ちょっとまだね、俺ら多分入り早くて。あ、トーが隣だわ。中町兄弟も隣だ。ここだ、中町兄弟。共演率多いな、多分。イベントは大体多分、俺一番早いんじゃないの。そうだな、リハーサルが。リハーサルがあって順番的に多分。頑張ってきたと思います。モーリー兄弟
おはよう。YouTube 映していい？え、マジで？映りたい、映りたい。あの、お仕事密着でさ。いいよ。いつも上げてるんだけど。お疲れ様です。スナピーです。俺、空き時間やばすぎて。あ、そうなんだ。スナとかコーヒーとか、お話ししたいなみたいな。話そうよ、終わったのか？じゃないとさ、潰れないんだもん、時間。でも暇タイムとか。あ、もう俺ら全部終わったから。本番も終わった。暇だった。で、本番何時？は4時。4時とか。むっちゃ暇だ。メイクも2時過ぎから入るから。あとね、髪ね、剃ってるわ。え、そう、なんかわかんない。会場入りからのヘアメイク控え室だけど、うん、こっちだよ。なんかめっちゃいいじゃん、森兄弟。かっこいいでしょ。うん、普通な兄弟もかっこいいじゃない。普通な兄弟って誰？普通な兄弟。マッサージコーナー行けるんだ。いや、行けないでしょ。マッサージできるんだ。あ、できますよ。できるんだ。やったじゃん。え、今空いてるとこですか？今、はい、行きます。じゃあすぐいいっすか？どこに？ここはバレるから義務でいいんじゃん。え、どこって言いましたっけ？こっち、ここ？そうっす。ドラマお疲れ様です。あ、ありがとうございます。なんとか、森？バレるから偽名出てた。バレてました。モリ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 で、俺もじゃあモリモリでモリモリでやるか。じゃあちょっとマッサージ本番前に時間結構あるんでやってもらいましょう。やってもらいます。ちょっとマッサージしてもらってます。手とか合わせて楽だ。ストレスも入れていきます。はい。すげえところ。いって、ちょっと痛い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 。でん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 来ても好きでもない。うわー、あってさ、凝ってるというか張ってます。いや、頑張ってんすよ。頑張っちゃって。はい、もう頑張ってくれちゃって。頑張って。上半身後ろで体を支えるような、あの、使い方になっちゃって。なるほど。もっとしっかり結構いいですか？表面が。はい。足軽くするために。はい、お願いします。モーリー兄弟。あ、来た。何でしょう。スナさんやりますか？え、何ですかこれ。マッサージ。マッサージ、マッサージ、はい、めっちゃ気持ちいいよ。めっちゃ気持ちいいです、本当に。マジで。え、いいんですか？あ、大丈夫ですよ。ごめんなさい、なんか隣、3人並んで。ごめんなさい。え、やった。ありがとうございます。行って。え、緊張するんだけど。何に緊張する？ないところないです。これできんだら他まで済まんね。危ない。全然出しちゃって大丈夫。全然出し出し放題。出し放題。気合い入れてください。あ、うわあ、ちょっと待って、痛い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 。めっちゃ痛い。え、マジで痛いよ。マジで軽いわ。はい。今ラーメンやるから、また俺の。そんなどこやってんの？この足。足か。足が一緒に。今の形。周り下の方から、またギリシチョ伸びるじゃん。ヤシウタも身長伸びないっしょ。え、止まってるっしょ、だってもう。そうか、俺、インフルでさ、2センチぐらい伸びてたんだよ。マジで？寝すぎて。そうなの。いや、もう縮んでる可能性もあるけど。うん。そしたら今何センチなの、その伸びたら。169。うわっ、170いけんじゃん。じゃあ、いやー、どこだろうね。でもそうですね、気がする。あー、いてー。JP さん半切れしながら受けてます。痛すぎて、痛すぎて。ちょっと待って、これダメなんだよ。これシュート、ちょっとこれ映して、これ映して、これえ、撮ってください。それ一回止めて外側にしちゃったらいいんですよ。カジザックさんとかのめっちゃ面白かったです。
はい、カジサックさんと撮ったやつ。あ、マジっすか。めっちゃ面白かった。待って。もうちょっと。いや、じゃこれ、こうしなくなる。もう。ダメだ。でもめっちゃ気持ちいい。首がマジで痛くて。何これ。何これ。うわあ。すげえ。首めちゃめちゃ伸びてるみたい。マオリーシュート。さあということで、やっぱ体マジバッキバキに冷めたってことで、目もバッキバキに冷めた。バッキバキに冷めた。バッキバキに冷めたじゃないか。バッキバキなのを。時間によってなんですけど。バッキバキなのを戻してもらったの。はい。めっちゃ良かった。やばい。昼休憩とかで食堂みたいなところに来たんですけど、めっちゃ並んで行列。大名行列。ね、30分ぐらい並んで。すげえ。違う。これ全部並んでんの。さあ、それでは、はい、ケータリング。こちら焼きそばとフルーツでございます。そして焼きそばに餃子、寿司。寿司。ちょっと俺、めっちゃ歯に響いた。パゲン。いただきます。寿司を食っていい、はい、どんなものか。めちゃめちゃ赤い。いただきます。寿司うま。とりあえず食べていきます。じゃあこれからメイクなんで、はい、メイクしていきます。いってきます。はい、はい、ということで、メイクが完成したということで、はい、それと同時に衣装にも着替えて、なんとででこんな感じ、こんな感じになってます、うん、ちょっと古着。そうだ、古着系。いつも俺ら多いね、こういう古着系の、うん、すごい可愛いファッションになっておりますということでね。だから昔のシュートみたいな、こんなんやってたよね、古着コーデ、うん、前に。俺もなんかこういうのやってたけど、まあこれでね、ランウェイをとりあえず歩いて、でもう一パターン衣装あるんですけど、ちょっと派手なんだよね、そっちがね、はい、それも可愛いんで、それはあの車の、スズキの、うん、ラパンっていう車のね、ランウェイ、ステージの時に着るんで、はい、またその時ちょっとお見せしたいと思うんで、とりあえず一旦もうあと30分ぐらいで本番なんで、ランウェイ歩いていきます。 Let's go。 ということで本番です。はい、ステージ裏まで向かいます。本番の映像はね、ちゃんと載っけますんで。あ、なるほどね。そうです、お楽しみに。メガネかけるんだ。いいね。ステージ行ったら外す？これ。つけたわ。いかがでしたか？あの初戦のドイツ戦より。本番前。みんな衣装だ。本当ですか？頑張ろうぜ。こんな長いと思わない。ちょっとマジで俺が終わるの。見てるか？すごい堂々とウォーニングされてるなと思いましたけど、練習とかされたんですか？モーリー兄弟。ミオラメンツ、じゃーん、お疲れ様です。今、1、2、3、ブラボーです。4人それぞれ3人、ありがとうございます。え、こうやって終わった？出る前でした。あ、もう、あ、2人終わった。そう、あ、そうなんだ。あの、連絡してる。すごい、そうすごい、すごいですね。重そうだ、重そうだ。何やった。スーパーのバラがマジか。本当にいい顔を出して、何やるってか、これマジで20キロあるみたいな。何が決めてるの？今の体、それで着るだけでも筋トレだと思う。何だった？汗かいてる。俺も一緒にやる。ちなみに川勝知事はワールドカップ2人で、ドイツ戦後半もう真ん中で決めるたせしの素晴らしい大技で、プレイヤーオカマッチだったです。でもやっぱり最高の選手に選ばれた。よし、オッケー。清水のやっぱり楽しみ。やった。またね。これからも清水めちゃくちゃ。You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just to hear your smoke. But you still. ライブ終わりました。いや、俺ら登場した瞬間、まあシュートのおかげなんですけど、キャーってなって。めっちゃ気持ちいい、マジありがとうございます、本当に。で、しかも炭水化物祭り、ちょっと僕も兄、お兄ちゃんが使わせていただいたんですけど、一緒にね、炭水化物祭りやったら、キャーって、ちょっとめっちゃ嬉しかったわ。よかったよかった。いや、あれよかったね、やっぱやっといて。なんか、ブルーム組、
ツナ君とかコウヒ君とかもなんか結構ブルーム関連のポーズしたっていうから、そう俺らもねどうすんだろうと思ってね。ということで次のラーメンも行きましょうか。着替えます。モーリー兄弟。続いてのステージが、車のね鈴木の、はい、車に乗って、乗ってランウェイ、うん、まあ、乗ってそのままランウェイじゃないけど車じゃないけど、まあ、車乗って降りてランウェイするっていうね、はい、こんな衣装。大丈夫これ顔みたいになってないよね。なんか最高感みたいになってない、こうやってもいい顔顔やないか。いきますか。いきますか。ただね、これはもう出たらラストなんで、はい、俺出て、トークもあるから。そうですね、ランウェイと、まあ、車乗ってランウェイしてトーク、それ終わったらまあ東京帰りましょう。よし。 I look at you and it's easy to see You are that someone I've been trying to meet I got your number, won't you pick up the phoneDon't leave me hanging on the dial tone. ちょっとね、コーディネートっていうかね、そのまま乗って今日帰ってほしいぐらい、ね、はい、うさぎちゃんがいますね。手招きしたところで歓声が上がりましたよ。かわいいですね。こんなところにも、こっちにもある。ありますね。あ、逆サイドにもあるんだ、はい、あります、あります。へぇ、ちょうど見たった。ここにもいますね、あのうさぎ年のモーリー。あ、なんかモーリー、シュート。さあ、ということで、はい、TGC 終わりました。よっしゃ、全部終わった。いや最高でしたね、はい、もうあっという間に外もう黒黒じゃない、真っ暗になっちゃいましたね。はい、ということで今日も一日お疲れ様です。あ、また TGC ね、次和歌山も決まったんだよね。そう、まあ今後もね TGC たくさん、はい、出れたら嬉しいですね。ランウェイやっぱ楽しいんで、いいね。ランウェイでさ歓声あんの好きだわ。そうだ、ね、ギャーって最高でした、はい。皆さんね、来ていただいた方も配信ご覧になってくださった皆さんも、皆さん本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続きモーリーシュートよろしくお願いします。ありがとうございます。またね、達成が集まってくる。はい、今日はですね、なんとまたまた、東亜がね、いらっしゃるんですね、共演、はい、結構ね、大体ね、こういう件はね、東亜と一緒にね、共演することが多くて、でも、なんと俺、知っちゃったんだけど、あるやつでちょっと見ちゃったんだけど、東亜アーティスト施設になって、うん、ありました、俺、一回聞いたんだよ、さっき東京バッターナイっていう曲ある、うん、あれめっちゃかっこいいなと思って、あれを披露するんだって、えぐっと。しかもバック、トウはバックダンサーって曲やって、そうそう、楽やったから。でもトウは一人で別にこうあるわけよ、楽やる。で、アーティストやるわけ、多分一人でめっちゃ緊張してんじゃねと思って、ちょっとトウの楽屋にね、潜入していきたいと思います。あ、いた、トウはいた、出た、そのカメラいた。そう、これ小型カメラ、いいのそれ。これいいんだよ、めちゃめちゃ。いたおはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっとこれ置こう。それさ、どこまで行けるの、これは。結構入る、結構入る、映ってる範囲。え、それしかもさ、それ顔でさ、うん、動くんでしょ。動くよ。え、すごいね。いや、今日はもう俺ら東がアーティスト出演するって聞いて、はい、俺はもともと主だから、アーティスト出演、うん、いや、もう東めちゃめちゃ緊張やばいじゃん。しかも、結構タイプじゃん、そういう、うん、そうやべえ。しかも、俺らグループとかでさ、あとモーニーショーとかでさ、あれだけどさ、一人やん、しかも初やん、初披露だし、やばいね。ここが初披露。でも俺は、トーアが、俺一人で歌うと思ってたの、うん、そしたらトーアバックダンサーって感じでやって、バックダンサー、バックダンサーつけるのか。つけちゃう。歌って踊らないといけないから、うん、でしょ、ね、え、踊るのか。踊るよ。自分も踊る。自分も踊る。え、振り付けどんぐらいなの。あ、でもサビだけとかとか、まあ、だからね、6、7割ぐらい。あ、結構、結構踊るやん。で、こうやって、え、これうん、こっち、こっちのマイク、うん、あ、じゃああれだね、こうブレたら。そう、しかもあのマイクって結構重いんだね。重いね、マイク重い。私、あ、初めて、それも初めて。そうか、そっから初めてだから。ランウェイとかって別にさ、マイク持たないもん。そうだよ、確かに。そうだ、これやって、歌って。え、結構さ、リハでさ、ダンス込みでやるじゃん、うん、で、いざマイク持ってさ、わかんなくなるね。全然わかんない、全然わかんない、難しい。一気にごっちゃんだよ、全然わかんないし、音の響き全然違うし。イヤモニね、うん。え、作ったの、イヤモニ。うん、うん、作ってない。今借りてるの。うん、借りるやつだから。多分俺ら自分のでやってるから。あ、そうだ、耳にぴったりハマるんだよ。で、結構周りの音を遮断してくれるんだけど。そうなんだ。貸し出しのやつとかだと普通のイヤホンみたいにこうスポンジでさ、うん、そう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 。だから意外とね、あの周りの音が入ってきやすい。そうなんだ。ちなみに俺はスポンジのやつだ。みんな特殊なんだけど、俺だけ特殊じゃない。あ、そうです。あのね、耳がね、俺もともと良くなくて。あ、そうなんだ。耳のね、あれ的にね、形取れないから。え、そうなんだ。奥までなんかこう、あ、入れるね、入れるから、
それができる人とできない人がいる。そうなんだ。何がない俺、あ、2回手術してる。えぇ、ー、そう、全身麻酔だからここ、あのね、止められんの、できません。手術してきた、耳もめっちゃ敏感な。え、良くなったってこと？良くなってるけど、シャリシャリシャリってるじゃん、この歯列音とかは聞こえない。へ、うん、でもちょっと病院行かないといけないんだけど、怖いんだよ。あでもやっぱスポンジだと拾うんだよ音。でもシュートみたいに肩取ってると、うん、ピッて入るんだけど、うん、でも結構何十万するのかな。10万とか。あ、そうなんだ。結構まあ、うん、高い。でもマジで東亜さんもアーティストなんで東亜さんっていうもうアーティストって行くんだったらもう取った方がいいよ。いや確かに。もうどうしよう本当に。もうずっと、もう昨日の夜から、昨日もそのダンサーの子たちとご飯食べに行って、でも8時ぐらいにはもう帰ってきたの、うん、もうそっからずっと、あ、どうしようどうしよう、バット入ってんの、バット入って寝れなくて。絶対そうだと思った俺、絶対さ、プレッシャー弱いタイプやん。でもまあ、堂々とやった方がいいね、うん、どちらにしてもやるなら絶対。そう、MV めっちゃかっこよかったもん、かっこよかった。いや、MV はさ、歌ってないですやん。こんなやつやん、ね、あんだけ表現で歌ってないですやん。あれを一発目でできるの、それであれをもうやればいい。例えばさ、うん、ずれるじゃん、その、うん、外さない方がいい。絶対外さない。そうなんだ、うん。まあ、外してもいいんだけど、結構音取りにくくなる、今度。あの外すと、うん、音もずれるし、こっち音程もずれるから、逆に。ずっとつけっぱで、もうここの中の音を上げてもらって、うん、そこで頼る。で、あと多少響くけど、もう多分、自分を信じてやればいいけど。俺はトアが、あ、もう絶対プレッシャーでやられてんだなと思ったから、ちょっと一回どんな感じなんだろうと思って。覗きに来ましたけど、2人とも髪色変えたの？俺はこれなんだよ。なんかじゃないかね。ちょっとそう、多分ね、あの色落ちしてんだよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。え、変わったでしょ。俺ね、紫シャンプー使ってんの。あ、だからか。うん、明るくなってる。明るくなってる。しかも、それはっぽいと思う。さっき俺、トワにちょっと、あれだ、もらったんだ、写真。あ、写真集すごいな。そうなんです。これね、これもさっきいただいちゃって、写真集ありがとうございます。あの、この間、トアが前本出した時、本もらったんだけど、うん、それともまた別に写真集も出したんだよね。そうなんです。ちなみに、この間いただいた本、僕まだ読めてません。え？そうですよ、うちもう2年前くらい。2年前、違う前、僕読めてません。最悪なんですけど。違うんですよ。よ、あの、この人文字読めない。僕、文字読めないんです。あ、でも今回文字ほぼないんで。これ文字ないじゃないですか、うん、写真の。あの、読みたくないとかないの、読めないの俺。なるほどね。で、これいただいて、うわ、読みたい、うん、読めない。え、じゃ あの、朗読しに行きます。あ、そうそう、そうだったら大丈夫。朗読会を。これちょっとまだ映せないんだけど、はい、まあ、このね、これだったらもう目で楽しめ、目で楽しめ、そうです、目で楽しめて。雑誌だもんね、ほぼほぼ。そう、おしゃれな、ボリューミーな内容になっているので、東亜の世界観が集まってる。そうなんです。風これって結構ボリューミーだよね。そう、ミックルドカーってやばかった、やばかった、やばかった、やばい。4時半、そう言ってたよ、ね、めっちゃ早かった。かっけえ。そうなんです。これもさ、うん、この帯あるじゃん、うん、これをこうして、やばいね、こう、あ、こうなるようになってる。はい、すげえ。普通こんぐらいだもんね、帯ね。そう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 。なんかあれ、昔のさ、昔のなんかこういう本みたいな、こうなんかレトロな、なんつうの。ああ、はい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 。昔の本ってそんな感じで、そう、なんかわかる。そうなんです。ちょっと色褪せたらさ、うん、年季入ったらめっちゃ味出そう。そうなんです。ちゃんとこれもつけてるんですよ。これもこだわってんのかな。これもこだわりまして、うん、ぜひ皆さん見てください、こちら。1月24日発売です。あ、じゃあもうすぐだ。そう、もうすぐよ。再来週ぐらい。いいな。俺らも出したいですね、写真集ね。確かに、マジで出さないの。いや、出したいよ、俺ら。いつでも出せそうじゃん。いつでもちょっと大人に話をして、大人に話して、じゃあちょっと出せるように筋トレしてます。ただこれ見てる人も、僕らの写真集から見たい人も、うん、はい、良さそう。じゃあぜひやってみます。はい、ぜひお願いします。叶えられるように、はい、渡しましょう。そいつかできるように、はい、渡しましょう。待ってます、楽しみ、はい。じゃあ以上、トワさんでした、はい、じゃあ頑張って、ありがとうございます。もうアーティストトワなんで、今日私はもうあんまり声出せないですから。今日はアーティストトワなんで、喉をしっかり出させないといけない。温めてね。ありがとうございます。バイバーイ。